ラロシフリンは、アルゼンチン出身の作曲家、編曲家、ジャズピアニスト、指揮者。ブリット、ダーテハリー、モエオ・ドラゴンといった映画や、スパイ大作戦、スタスキーハッチといった、テレビシリーズの作曲家として有名。本名は、ボリス・クラウディオ・シフリン。ブエノス・アイレス生まれ。父は、バイオリン奏者。6歳からピアノを習い始め、エンリキ・バレンボイム、ついで、 アンドレア・カラリスに支持し、アルゼンチンの大学でクラシックを学んだ。ジャズにも傾倒していたが、1950年代初頭にパリに留学し、パリ国立高等音楽、舞踊学校でオリビエ・メシアン、シャルル・ケクランに支持した。フランスでジャズピアニスト、アレンジャーとしてキャリアを歩み始め、ボーグ、エディバークレーから何枚かのラテン音楽のレコードを録音した。 1950年代終わりにアルゼンチンに帰国し、ジャズミュージシャンとして活躍した。同じくアルゼンチン人であるガトー・バルビエリとも共演した。1958年にディジー・ガレスピーに出会い、ガレスピーのためにゴレスピーのスイートを書き下ろした。1960年にニューヨークでガレスピーに再会し、ディジー・ガレスピー楽団のピアニスト兼アレンジャーとして、 参加し頭角を表す。アメリカに移住。ザビア・クガート、クインシー・ジョーンズなどの楽団にも参加、自身のバンドでも活躍した。これらのビッグバンドでの活動では、ジャズのみならず、ラテン、ボサノバなどの要素も消化していった。シフリンは、バーブに所属していたため、スタンゲッツ、カウント・ベーシー、サラ・ボーン、ジミー・スミス、ルイス・ボンファ、カル・ジェイダー等の作品に参加した。 バーブが映画制作会社メトロ、ゴールドウィンメイヤーの子会社だったために、シフリンは間もなく MGM の映画作曲家となった。この頃からシフリンはハリウッドに移り住み、映画やテレビシリーズのために数々の曲を書くことになる。特に有名なのは、テレビドラマ、スパイ大作戦のテーマで4分の5拍子を用いてダイナミックなサウンドを作り上げた。また、 ブルースリー主演の映画、モエイオドラゴンでは、シンセサイザーも使用しオリエンタルなアレンジを施した。映画音楽作曲家、ジャズミュージシャンとしてのキャリアと並行して、クラシック音楽の指揮者、作曲家としても活動し、インビケーションス、コンチェルトポア・コントラバス、コンチェルトスポア・ピアノ・ナンバーズ1、1&2、プルセシャンズ、レザネンセスといった作品を録音した。ホセカレラス、 プラシド・ド・ミンゴ、ルチアーノ・パバロッチといった、いわゆる、三大テノールのツアーにも参加している。1994年、第47回カンヌ国際映画祭で審査員を務めた。これまでに、グラミー賞に21度ノミネートされ4度受賞。アカデミー賞は6度ノミネートされ、2018年には、アカデミー名誉賞が授与された。現在も、映画音楽の創作はもちろん、 自身のアルバムも発表し活動している。ありがとうございます。